埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。10月28日、東京都品川区にある船の科学館で海と日本プロジェクト海ポスグランプリ2018の表彰式が開かれました。このイベントは地元の海に人を集めることを目的に制作された海の宣伝ポスター、通称海ポスを全国から募集し、グランプリ作品を決めるポスターコンテスト。イベント会場となった船の科学館には3418の応募作品の中から入賞した130作品を展示。鮮やかな海を映し出したもの、思わずくすっと笑ってしまうものなど、個性豊かな作品が並びました。そんな栄えある海ポスグランプリ2018のグランプリ作品がこちら。静岡県熱海を舞台に制作されたもので、海からカモメが生まれてきたかのような躍動感あふれる作品となっています。そんな海ポスグランプリ2018で海のない埼玉県を舞台にした作品が入賞しました。それがこちら、柳瀬川の起点にある石碑を写したシュールな作品。海が一切写っていない埼玉らしさが表現されています。実はこれを手掛けたのは、マチコミにたびたび登場している埼玉ニア石橋さん。まあ、このコンセプトとしてはですね、やはりあの埼玉海がないといじられ続けておりますが、名前の通り、名前で書いた通り、埼玉は海の生産地ということで、川が埼玉多いので、その川がやがて海に流れるということで、これをテーマにしまして、一級河川、柳瀬川の起点があるということをアピールしたいこともあって、これを写真を撮ってまいりました。これ結構無欲の勝利っていうのがあるんだなと、結構今個人的にはすごく感じておりましてですね、やっぱ人間欲は出しちゃいけないなと。はい、この後石橋さんは表彰式にも覆面とユニフォーム姿で登壇し、会場を沸かせていました。来年は皆さんも自分なりのアイデアを詰め込んだ海ポスを応募してみてはいかがでしょうか。海と日本。